先週に引き続きお越しいただいておりますゲストはサキソフォンプレイヤーで三姉妹でもあります塚本シスターズの3人にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗にちょっと今息合わせました3回目にして3回目にしてようやく、はい、ちょっとお一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、はい、長女でソプラノとアルトサックスを担当しています。で塚本ゆかです。皆様おはようございます。次女でバリトンサックスを担当しています塚本まりえです。よろしくお願いします。三女でテナーサックスを担当しております塚本中です。よろしくお願いします。あの第1週目にもお話があったんですが、おはようございますっていう言葉が言い慣れてないとだいたいあのこんばんはから始まりますというふうにあの話が出たんですが、実はアルバムね、あのセカンドアルバムの方でもデイ&ナイトというか2枚組になってまして、はい、朝は一応活動はしてるんですよね。朝で日中これこのデイはモーニングでもない。モーニングは弱めですね。日中ですね。日中ですか。はい、デイ&ナイトなんで本当にそのデイの方は割とオリジナルの楽曲が多くて、はい、結構明るめの曲なんかもすごく多いかなと思うんですが、アルバムの紹介少ししていただいてもいいですか。はい、このセカンドアルバムが7年ぶりに発売したアルバムだったんですけども、その7年間の間に私たちがこう作ったりとかアレンジした曲が気づいたらすごい量になってまして、これもこれもこれも録音したいとかってなってると曲をまとめたら20曲になったんですね。で20曲も1枚のアルバムに収められないってなって、じゃあお昼に聴いてもらいたい曲、夜に聴いてもらいたい曲とかっていう風に分けたらちょうど50分になって、それで2枚組のアルバムにしたんですけども、そもそもこのアルバムのコンセプトが昔から幼少期の頃からの記憶だったりとか人とのつながりだったりとか、そういう周りの人たちとのつながりっていうのをコンセプトにしていて、あと自然の恵み、伊勢の自然と人たちとのつながりを一つのアルバムに収めたいなということで、今回ボーイングリンというアルバムを制作しました。伊勢生まれ伊勢育ちで、こう伊勢の景色の中で生まれた曲っていうのも結構あるんですか。ありますね。このアルバムにも入ってるんですけど、タイトル曲にもなっているボーイングリンっていう曲がまさにその伊勢の曲で、はい、あの私たち式年遷宮にサックスプレイヤーとしてあの参加させていただいたんですけども、その時の記憶がすごく鮮明に残りまして、地元の方と一緒に一つの作品を作り上げるってことを今までしたことがなくて、踊りも一から作ったんですね。地元の方とのやり取りがすごく新鮮で、いざ書いてみたらもう止まらなくて、楽しすぎて次から次へとこうアイデアが出てきて、その式年遷宮だけじゃなくて幼少期の思い出も詰まった曲なので、そういう家族で山の中で遊んだ記憶とかそういうのも追いかけてて、それが幸せな時間でしたね。続きは後半でお聞きします。藤本修司の電子指定対談。ここで電子指定で開催されるイベントをご紹介いたします。7月25日土曜日18時から今月のラジオゲストでお越しの塚本シスターズさんのシークレットライブが開催されます。そして電子指定ではご予約なしでお気軽にお召し上がりいただけるランチをご用意しております。夜はご予約が必要ですが、創作和食の懐石コースやすき焼きコースがございます。四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。そこで今月も抽選で8組16名様に4400円相当のペアランチ券をプレゼント。ランチは4種類から選べます。応募方法はお名前、ご住所、電話番号をご記入の上、メールアドレス denshi@tokaireadio.co.jp den7@tokaireadio.co.jp までご応募ください。番組のご意見ご感想もお待ちしております。イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは電子指定のホームページや公式 Facebook にてご確認ください。藤本
修二の電子指定対談。引き続きサキソフォンプレイヤー塚本シスターズさんにお話をお聞きします。楽曲の中で他に思い出に残ってる曲ってありますか？私たちの父がサックスプレイヤーだったんですけど、レパートリーとして50年間吹き続けた曲を私たちのサックス3本バージョンにアレンジをして、セカンドアルバムの一番最後に収録してあります。そういうのもなんかこう、父から私たちが吹いてるサックスも今譲っていただいたんですけども、そういう私たちだけじゃなくて、その父だったりおばあちゃんおじいちゃんだったりの世代から引き継いできた音楽の環境を私たちが今受け継がさせてもらって、またここで演奏させていただけるっていうのは私たちも嬉しいですね。このナイトっていう、まあ、2枚目の方なんですけど、割とカバー曲が結構ありますけど、はい、60年代とかね、もうちょっと前の曲なんかが割と多いなと思うんですね。そうですね、それこそ1曲目のディジー・ガレスピーの、はい、ナイト・イン・チュニジアですね。そうですね、その辺からちょっとジャズ的にはビバップになって、そこから、モダンジャズみたいな移行をしたんだと思うんですね。でモダンジャズっていうのが実はこの3姉妹のスイング的な雰囲気がですね、モダンジャズの雰囲気僕思ってて、割と本当ですか、本当にいろんな曲を取り上げさせてもらってて、それこそさっき言われてたビバップだったりとか、フォーブラザーズっていう曲は本当にビバップのスタイルの曲なんですけど、そういう曲とか取り入れてたりとか、本当にスイングジャズの王道というか、ビッグバンドとかでも演奏されてるムーンライトセレナーデとかも父が昔吹いてたのを記憶にすごい残ってた曲だったりもするし、スマイルっていう曲も本当に心温まるジャズスタンダードだったりとかもするので、そういう意味ではいろんな曲をカバーさせてはいただいてます。割とじゃあお父さんの影響っていうのが大きいですかね。そうですね、うん、アルバムのコンセプトも幼少期の時の思い出とかそういうのもあったので、はい、馴染みのある曲が多いですね。この2枚目3曲目のムーンライトセレナーデとか、最後のエルクンバンチョロ、ここら辺はもう完全に父との思い出の曲ですね。あとは子供の時から口ずさんでた曲をサックス3本バージョンにアレンジをして、はい、20年後にこうやってサックスで演奏するとはその時の私たちは全く思ってなかった曲、ウイスキーソングだったりとか、そういうのも入ってます。おぼろ月夜も入ってます、ね、うん、やっぱり子供の頃はちょっと歌ってました。こちらはねリクエストにお答えしてという形だったんですけれども、はい、でもよく聞いてはいましたよね。そうですね、なのであんまりこう、もちろん私たちの根底にはジャズっていうものがすごく根強くあるんですけども、それにだけにこだわるんじゃなくて、私たちのこう心とフィーリングとマッチする曲をというのと、あと塚本シスターズらしい曲っていうのをアレンジさせてもらって演奏させてもらってるので、本当にジャンルにこだわりなく、本当ジブリの曲だったりも入ってますし、オリジナルだったりとか童謡も入っているし、ジャズのスタンダードナンバーも入っているしっていう感じで、あんまりそういうのこだわらずにやってます。そうそう、ジブリっていうのがそれもフィットしてて、なんて言うんでしょう、思い出ポロポロとか、あのトトロとか、うん、そういうちょっとこう原風景、田舎の原風景みたいな雰囲気がすごくこう染み出てるんですよ。私たちの人格そのものだと思いますっていうのがやっぱり、あの学生時代はニューヨークで過ごさせてもらいましたけど、それ以外はもう本当に三重で生まれ育って、海外に住んでた頃こそ伊勢の自然の美しさとか、もう本当自然の音の美しさがもう毎日日々感じてて、私思うんですけど、この世の中で一番美しいのは自然の音だと思ってて、もう朝起きて鳥の声だったりとか、カエルの声だったりとか、風の音、雨の音、音楽ではないんですけど、音のそのものの音としてすごく美しくて、なんか楽器とかやってますけど、やっぱりそういう鳥の声だったりに勝つものはないんじゃないかとか思ったりしてて、だからそういうのと一緒に音楽できたらもっといいよなとか思ってます、ね、都会の人ももう田舎に暮らして楽器吹き放題じゃないですか。そうです ね田舎に暮らしてそういう自然と一緒に楽しんでいけばいいような気もしますよね、うん、まあ、また父の話になっちゃうんですけど、父が私に一回、三重をニューヨークにしたらいいんちゃうっ
って言ったことがあって、なんていうことを言うんやと思うんですけど本当になんかそういう風に自分で作っていったらいいんじゃないかっていう感性の持ち主で、まあ、田舎の良さは田舎の良さであって、都会の良さはもちろん都会の良さであって、なんかそういうのを自分たちなりに取り入れていけたらなと思っています。やっぱりせっかく三重県で伊勢でっていう活動拠点でねやっていらっしゃるんで、もっと三重県で活動を広げていっていただければ、まあ電子亭でもね定期的にもやっていただいたりとかしようかなということで今相談もさせてもらってますけども、はい、うん、もっと三重県で活躍してもらえるように、思っております。ありがとうございます。それでは今週の最後の曲ご紹介お願いできますか。はい、伊勢の国をイメージして作った曲です。Born in Green 聴いてください。今週も、塚本シスターズさんにお越しいただいております。次週が最後となりますけども、また、いろいろお話をお聞きしていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。電子地底についての詳しい情報は伝えるに関数字の7、邸宅の邸で電子地底、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから公式ホームページをチェックしてください。来週も案内人藤本修司が電子地底に集まる輝く方とともに皆様をご案内していきます。では輝く週末を。